やあ、こんにちは、さいこです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は XG ちゃんでございます。Welcome の MVT The Sharp 2ということでこちら出ておりました。もうちょっとサムネがね、この目のね、サムネで、まずこれめちゃくちゃ衝撃なんですけど、ちょっと今から初めて見ていきますので、皆さんもよかったら一緒に見ていただけたらなというふうに思います。はい、で、今回ティーザーの他にも、ちょっと X の方で画像がいくつか上がってて、なんかそれもやばいので、はい、ちらっと見た感じね、それもやばそうなので、一緒に見ていこうかなというふうに思うんですけど、まずはティーザーの方ですね。シャープ2、楽しみでございます。サイモンさんがインスタライブとかで言ってたよね。ドゥンドゥンみたいな、こういうちょっとこう日本というか、まあアジアの笛の音がすごいかっこよくてみたいなことを言ってたと思うんですけど、それがすごいめちゃくちゃ聞こえてくるね。ビジュ、おい、うわ、炎の感じなんだ。へー、今回は炎だ。シューリングスターの時は結構温度感が冷ためな温度感だったじゃないですか。今回はもうメラメラに燃えてる系なんだね。だからこのロゴも結局炎ってことなのかな、このイメージとしては。ね、なんかさ、冠みたいな風にも見えるわけ、正直。そう。だけど、炎ってことなのかな。かっこいい。ちょっといい、ちょっとさ、細かくごめんね、見ていきたいんだけど、これね、これなんか後でちょっと X 見ますけど、すごい衣装だったよね。この怪しい、この狼の仮面をかぶった人たち、ココちゃんの前にいた人たちですね。うわー、アメフトだ。ジュリン姉さんアメフトだ。この目がすごいね、このカラコン、これ入れてるよね、実際に。あと、まつげの毛量すごくないっていう話なんだよね。このさ、ね、これ爪かな、周りの爪。これもなんかやばいよね。牙みたいっていうかさ、ね、牙っぽいよね。かっこいい。いかつい。ネクタイしてる、しかも中。中ネクタイしてる。これ誰？なんか、リップジェイさんかと思ったんだけど、違うよね、リップジェイさんじゃないよね、これ。これ誰？マヤお嬢？え？やばー！なにこれ？みたいな。え？神秘的すぎませんか？っていう感じだよね。翼が生えてる。でも、狼の仮面は被ってる。これは何？ジュリアちゃんで合ってる？ちょっともう、顔がさ、よくわかんないんだよね。なんか、うさぎ耳みたいなのついてますけど。これはもう、狼ってことなのか。狼の耳でいいの？うさ耳みたいだけど。うさ耳はでももっと近いもんね、きっとね、離れてるから狼の耳だよね。この一瞬、こうひなたちゃん、ひなたちゃん結構病んでる系なんだよね。これ落ちたか、一瞬映るのは。落ちた、なんかめちゃくちゃ隠してない？そんなことない？なんか落ちた一瞬しか映ってないよね。桜ん系のひなたちゃんで、これがハービーちゃんか。これがおハービーね。このお花はハービーちゃんですね。私前回自分がさ、このティーザーを見た時にね、ティーザー1の時ですよ、あの時になんかちょっと戦う系みたいな、なんか女戦士っぽくないみたいな、戦う女王みたいじゃないみたいな感じで言ってたじゃないですか。でその動画のコメント欄にジャンヌダルクって書いてあって、うわーそれじゃんとか思ってて、ココちゃんジャンヌダルクなのみたいな。ちょっと楽しいな、面白いな、そうなってくるとっていうか、めちゃくちゃかっこいいんだよね。やばいね。やば。炎ということですね。だいぶ燃えている感じですね。いや、めちゃくちゃかっこいい。楽しみすぎる。今マジでさ、ライブのね、みんなのね、動画載せるじゃないですか。こういう風だったみたいな感じで。そう。それがね、バンバン今回ってきてて、X 見れないの、マジで。マジで X 見れない。マジでもうなるべく気をつけて見ないようにしてるんですけど、ほんと楽しみですね。めちゃくちゃかっこいいんだろうな、
なんかパッと見えた感じだと髪色とかも結構なんか奇抜っていうかさ、ビジュアル系バンドみたいななんか髪の毛じゃなかった知らないけど、あんまちゃんと見てないけど、色味とかがさ、もう原色からブンブンみたいな、平成のさ文房具みたいなさ、わかるよね、平成の文房具みたいな原色系のなんか蛍光カラーみたいな、なんかすごい色してましたけど、楽しみですよね。まあ、ココちゃんはこれそういえばね、綺麗に坊主になられてますけど、思ったのはこれやっぱ被り物系とかピアス、絶対ごっついのとかつけてたらめちゃめちゃかっこよくない？やばいね。帽子系はなんかマジでかっこいいだろうなって思う。この王冠の映え方とかも見ると、うん、いややばいね、最高なんだけど。はい、ということでちょっと X の方行こうかな。 X の方の画像がいっぱい出てるのでそっち見ていこうと思います。はい、でこちらですね、 XG のオフィシャルの X でございます。まあ紛らわしいな、なんか XX 言ってごめんなさいね。はい、ということでちょっともうヤバくないって話なんだよね、わかる？ヤバくないって話だよね、これ。ちょっとざーっといいかしら。うーわ、いかつ、ちょっと待って。まあこれ最初の目はあれですね、これなんか何これ、何これって話じゃない？いかつくない？なんかポスターみたいだよね、これマジで。一枚一枚ちょっとなんかさ、チャッキーみたいな、わかる？質感なんか質感チャッキーだよね。ちょっとこの粗めっていうかさね、外国のなんかポスターっぽい感じですけど、やばいよね。であと狼がめちゃくちゃいる、すごいいるし、ちょっと待って、ココちゃんのこの衣装、これもさ、これってココちゃん立ってるのかな、座ってるんじゃなくて立ってるよね多分ね。なんかこれ気になるよね、どういう形の衣装なのかみたいな、なんか変わった形をしているというか見たことない形をしてるんですけど、やばー。続いてこれジュリアちゃんだ、やっぱり目が好き、目が狼の目、もう最高なんだけど、これでも神秘的だね。うん、なんか似合うな、しかもジュリアちゃんこういうのね、すごい、もう五光も刺してるし、うーん、山の上にいそう本当に。はい、ということで続いて、あー、やっぱお前、ね、リップシェイさんみたいじゃなかったマジでね、この色のせいかな、わかんないけどね。うん、サラリーマン狼がいらっしゃいますけれどもね、すごい爪も、爪すごくない？待って、狼の爪になってるんだけど、すげー、めちゃくちゃ素敵で、あとリップの色もマジで好き。うん、この濃いチェリー色っていうか、マジで、うん、マジで最高。メガネの質感もマジで好き。全部やばいんだけど、普通に、ちょっとやっぱ闇系なんだよね。このさ、黒いひなたちゃんさ、ひなたちゃんに見えなくない？これ多分ライトの当て方のせいだよね。ひなたちゃんじゃなく見えるんだけど、どういうことっていうのと、あと上のひなたちゃんがもうマジで怖い。うん、マジで怖いです。なんか虫っぽいしさ、何なのっていう、その触覚みたいなやつ。うん、口もいかついしね。あ、髪の毛の色な。やばいね。うわー、え、何？飛んでないこれちょっと待ってみたいな。ハーフィーちゃんだよね。飛んでない？なんか結構速度出して飛んでる感があるんだけど、どういうこと？待って、これなんか下のやつの狼のなんか乗ってる、なんかに乗っかってるよね。狼に乗ってるの、やばくない？なんかちょっとこのポスターやばいな。ポスターかどうか知らないけど、この画像ね。うん、やっぱシンプルな、一番なんか秒数としては短かったのはちさちゃんですね。このなんか舌出してるけど、その牙やばすぎない？どういうこと？後ろ何積んどる？ちょっと怖いんだけど、マジで。うーわー、やっぱすっごいね、ほんとに。やっぱすごいわ、めちゃくちゃかっこいいし、下の方目光ってるし、激ヤバなんだけど、後ろになんかヤバいやついない？とんでもなくいかついアメフトメンバーみたいな人いますけど、ヤバ、うわー、すごいね、すごいね。かぶり物ね、このかぶり物がまたちょっといかついよね。ちょっともののけ姫感というか、うん、こうなんていうの、
なんかさ、イケメンに作らない感じがよりなんか部族っぽいっていうか、わかるね、なんかこの被り物がさ、あんまイケメンじゃないんだよね。この顔のバランスとか目の位置とか、わかるでしょ。なんかこれがすごいなんか逆にめっちゃ怖いっていうか、シュッとしてないのよね。耳はシュッとしてんだけど、目のこの配置とかが結構怖いんだよね。このあたりもでもこだわってそうですけどね。あと T シャツ、これもみんな着たいじゃん。え、これ今回グッズに入ってたっけ？ないよね、確か。これ絶対みんな着たいとか思ってるでしょ。やばいね。下もなんかすごいの燃えてるし、激しいね今回はね。大変ですね。うわー、すごいわ。このやっぱさ、 XG の衣装だよね。本当に衣装チームどうなってんのっていうこのセンスで、一個一個首飾りみたいなのも若干違うのかな。なんか3人ぐらい同じ人いそうですけど、このなんか真珠みたいなやつ、これもでも粒の大きさとか違うのかな、微妙に。6月生まれとか関係ないよねこれね。あの6月って真珠なんだよね。はい、そうそうそう、私6月なんで。そう、いや、かっこいいなー。え、この地味に落ちさの、ちょっとこのなんかさ、わかる、束縛系のやつ。これちょっと地味に好きかもしれない私。束縛されたいとかそういう話じゃないんですけど、ごめんなさい。形がね、形がすごい。お似合い、すごく似合ってる。ココちゃんもやばい。いや、てかその、ハービーちゃんが黒髪なんだよね。それは見た、さすがに。見ちゃった。ハービーちゃん真っ黒だったよね、髪の毛で。やば。普通に。髪色何この、ちょっとグレーブルーみたいな。ブルーグレーみたいな。そんな感じ？爪もちょっとさ、毛の感じあるよね。さっきあのおまやの爪はさ、もっとあのちゃんと爪っぽかったけど、こっちはもうなんか毛皮もまとってるような感じになってるね。もう表情とかいかついもんな。かーたまんないんだけど。ちょ、一回まずメイクからいっていいみたいなさ、それぐらい本当に綺麗。マジで美しい。外羽のこのオレンジヘアもめちゃくちゃ素敵なんだけど、やばーやばーい。この切れ長の目というか、ちょっとね、釣り上げ系のこの瞳もめちゃくちゃ美しいですよね。あと、つぶつぶがついてる。やっぱそうだよね。こうなるよね。なんか歯についてるのもさ、一人一人形違うよね。あ、ちょっと待って、何これ。ごめんなさい。なんかいろいろ複数あったね、これね。ひなたちゃんのこの腹筋の縦ラインがね、見えてるのもね、たまもの。あ、みんなつぶつぶついてるんだ。この二重幅が好き。急に、急に何みたいなね。二重幅が好き。ごめんね、ちさちゃんね。うわぁ、彼女もまた。腹筋がすげえ。もう完全に作り上げられてる。あと爪に毛生えてる、やっぱり。うわ、好き。好きです。全部いい、全部いい。どの写真もやばい。普通に。これは1枚目と同じ表情かな？ジュリン姉さん、左の口角上げるの得意。知らんけど。知らんけどさ。ちょっとでもオレンジ系なんだよね。このお色味がさ。これ一人一人さ、あれかな？カラーって変わってんのかな？あ、ちょっとひなたちゃんの方が薄い気がするけど。ちさちゃんとか、結構オレンジ味強いよね。このあたりね。あ、お前だね。爪にやっぱり毛が生えてるね。このスタイルなんだ。なんかこのさ、スモークみたいにも見えるんだけど、これは加工してあるからなのかな。毛がどうとかじゃなくて、スモークみたいなのが入ってたりするのかな。いやー、この耳がね、結構耳の形がとんがりコーン系っていうか、ごめんなさい。ごめん、もう見えちゃったからしょうがないのよ。見えちゃったからしょうがなくて、黙ってられなくて本当申し訳ないんですけども、ちょっととんがりコーンっぽい感じのこのシュッとしたこの三角形ね。シュッとしたやつね。あらまー、姫カット？およよよよよ、なんかこの馬やイケメンじゃない？なんかイケメンだよね。中性的な美しさない？あらまー、このつぶつぶがまたいいよね。あとやっぱ歯がね、シルバーな感じね。あらまー、ジュリアちゃん、ジュリアちゃんの今日さんにうとつきいただきました、ありがとうございます。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。かわいい。マジでかわいい。
このさ、耳の部分ってさ、うわ、腹筋がやっぱすごいね、みんな。作り上げてるわ。この耳の部分ってさ、ちょっとなんか合皮っぽい感じなのかな。なんか硬そうですよね。合皮系な質感のやつなのかな。最近流行りのこのニットの、はい、感じもね、合わせてすごいおしゃれですよね。この感じね。うわー、なんかさ、マジでさ、ここにあるやつがちょっとほくろっぽくてすごいセクシーなんですよね。アイライナーの形こんな感じなんだね。下が結構まっすぐめというか、下がライナー結構がっつり入ってるよね。かわいい、好きです。ジュリアちゃんのこの表情たまんない。うわー、ハビーちゃんパッツンなんだね。ハービーちゃんはパッツン前髪なんだ。はあ、すっごいね。腰のラインとかなのかな、これわからない。ボディラインがなんかモデル、さすが。このね、ちょっと上から見下されてる感じたまんないですよね。あと唇の形が好き、ありがとうございますって感じ。めちゃくちゃいい。このシワの入り方とか全部好き。うん、あと瞳の色、このカラコンのね、色がね、結構ね、私好きなんだよね。チーク濃いめっていうかね。これ結構 XG ってそうだよね。ちょっとチーク濃いめなイメージだよね。ここちゃん、ここちゃんの顔のさ、わかる？このラインの美しさ、めちゃめちゃ綺麗だよね。どうすんの、うわー、ここに来てなお目を見せないというね。悪いね。うーわー、なんかね、でもなんかココちゃんってマジでこんなイメージだわ。なんかこういう、なんていうのかな、トゲがあるというか、瞳の形とかもさ、この生かし方が、これちょっと待って、オッドアイになってない？オッドアイっぽいよね。目の色違うよね。あ、なんか他の人もさ、確か目の色とか違った気がするけど、ココちゃんは明らかに今違いましたけどね。他の人となんか違う人いなかったっけ。やばいわ、マジでかっこいい。すごいじゃん。どうすんのこれ、どういうことなの。なんかまたもう一枚出てきたよね、このなんかめちゃくちゃでかい被り物の内側に。何ですかこれっていう。すごいね、なんかこのベルトもみんな好きそうやなこれね。なんかアルファズの方の創作能力の高さみたいな。 X でさ、結構回ってくるんですよ。衣装を作っちゃったりとか、シールとかね、そういうのを作っちゃったりとかして。そう、なんかクオリティやばくないみたいな。普通にすごいね。なんかセンスのいいところにはセンスのいい方たちとか、能力の高い方たちが集まるっていうことなのかな。すごいけどね、この目も怖いね、これね。目がね、今回ね、すごい特徴ですもんね。これ誰の口なんだろう、結局誰の口なのかな。きっと誰かの口だよね。はい、ということで、いやちょっと画像やばすぎない？画像がちょっと強すぎて、もう普通に楽しいんだけど、これ見てるだけで普通に楽しいんだけどっていうところで終わろうと思いますが、はい、まあ、引き続きちょっとライブのね、映像とかはなるべく私が行くまでは、ライブに行かせていただくまでは、あんまり見ないようにしながら、まあまあ楽しく待ちたいなというふうに思っているんですけれども、一旦この21日にね、まずは MV が出ますので、それをね、本当に楽しく待ちたいなと思っておりまして、私は、はい、ちょっと当日撮影できるかどうか絶妙なところなんですけれども、あ、でも必ず分析動画出させていただきます。まあ分析動画、今回全部のメンバーがラップっていうことなので、なんか分析っていうよりかは、まあまあ気になった声ではもちろん止めてはいくんですけれども、基本的にはこうリアクションというか、まあ、本人たちの音を楽しんで聞こうぜ的な感じになるのかなと思って予想はしているので、はい、皆さんも楽しみに待っていただけたらなという感じでございます。はい、ということで皆さん、今日はありがとうございました。私のこの初めての XG ワークアップのティーザー2視聴会ということで付き合っていただきました、ありがとうございました。下の概要欄の方にはリンクを貼っておきますので、もしまだの方、楽しんでみたい方はぜひそちらから見ていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。